こちらの上に乗せます。はい、こんな感じ。うまそうですねこれね。こんな感じのスープになります。はい、はい、どうも料理のお兄さん、リュウジです。今回はですね、なんとチキンラーメン食べてる方もいらっしゃると思うんですけども、あんまりアレンジないんですよね、チキンラーメンでね。なんでアレンジがないかっていうと、スープと麺が一緒になっちゃってるからなんですね。チキンラーメンならではのね、非常に美味しい食べ方、基本的にね、この2つです。卵とチキンラーメン、これ本当に普通にチキンラーメン食べるのと同じですよね。この材料でやっていきたいと思います。あとね、まあ、あのごま油とかねごま油とかね、こんな感じでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、早速作っていきたいと思います。まずですね、水 400cc で、これね、まあ手頃な鍋、まあ今回はねちっちゃめのフライパンですけども入れて、まず沸かしますね。さっきの収録で飲んでいたこのこだわりのレモンサワーを飲みます。お酒を飲んでるの理由があるんですよ。なぜかというと、締めのラーメンを美味しくするためにベロベロに折っておくっていうですね、食事を楽しむためにおいて、すごく必要なことなんですよね。めちゃめちゃ飲んだ後のラーメンめっちゃ美味しいですよね。なので、これを飲むことによって食べた時のうまさをね、ドーピングしていきます。アルコールドーピングしていきます。あの、もうもはや調味料です。もはや調味料。今3本目なんですけど、まだね僕全然平気なんですよ。酔っ払った僕が見れるのは YouTube だけです。チキンラーメンを入れていきます。はい、ね、はい、チキンラーメンでここに、ね、卵ポケットがねあるんですよね。今回はこの卵ポケットを一切ムスしていきますね。こんな感じね、ほぐしていきますね。今回のチキンラーメンはね、つけ油そばにするんですね。少しね固めに、揚げるのが正解です。今ね、あの固めにできました。そうしたらですね、鍋とざる、を用意してここに揚げちゃいます。はい、ちゃんと湯切りしてね。で、こいつをですね、こっちにね、盛ります。大さじ1ぐらい。はい、で、和えます。こんな感じ、まあ、軽くでいいさね。すごい匂いしてきた。これが食べれるとはね。スープの方に白身をね落としていくんです。こうやってね、白身ね無駄にしたくないんでね。そしたらこの卵黄の方はこちらの上に乗せます。はい、こんな感じ。うまそうですねこれね。こっちを沸かしてですね、かきたまスープにしていきます。白身をね、混ぜて強火でいいですよ。小ネギをね散らしていただければ結構です。はい、こんな感じでね、こんな感じ。美味しそうですね。白身がねいい感じにね白くなってくるんですね。これがうまいんですよ。器にもう入れていきます。こんな感じのスープになります。はい、だいぶ垂らします。はい、すいませんね。はい、チキンラーメンつけ油そば完成でございます。はい、ではですね、もうできたんですけども、今からねちょっとね飲むお酒がなくなってきましたので、速攻でねこれにね一番合う調味料を作っていきます。はい、ここはね、麺が伸びるといけないので、早めにやってください。はい、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 できた。ということで、いただきます。食べ方あるんですけど、まずね、スープ。あ、うまいっすね。白身がね、すごくね、浮き身になってすごく美味しいです。油そば、いただきます。わお、うまい。ごま油が足されることによってすごくね、油そばになってますよこれね。でごま油とねチキンラーメンの相性すっごくいいんですよ。チキンラーメンとハイボールの相性もな、これはこれで楽しめるんですけど、このレシピの一番重要なとこ、チキンラーメンを、このねスープに浸して食べます。これがうまいんですよこれ。うん、最高や、最高やで。締めのつもりが飲んじゃうというね、それぐらいうまいです。お酢ちょっと垂らすんです。少しでいいです。少し垂らしてなじませて、少し酸味が足されると非常に油そば感が出ます。酸味がある麺をですね、ああこれもまたいいんじゃ、骨身に染みるんじゃ。これ一回やるとね戻れなくなります。これ本当に美味しいんで。
椒を足してもうまいですね、これね。うん、チキンラーメンってこんなうまかったなと思うと思います。胡椒を削ってからのこのつけ油そば、何も思い残すことはない。チキンラーメンのポテンシャルを最大限まで生かしたレシピになりますので、これね本当にめちゃめちゃ美味しいですよ。あんまり飲んじゃうと次の動画を撮れなくなっちゃいそうなので、こんな感じでご勘弁していただきたいなと思います。来週もまた見てくださいね。はい、ということでですね、今回の動画面白そうだなとかですね、やってみたいなと思った方はぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。